今月7日、大阪市内のビジネス街にある飲食店からガスコンロや大型の冷蔵庫などが次々と外に運び出されます。閉店によりリサイクル業者が買い取ったといいます。絶え間なく続いてはいますね。第3波が来て12月待たずしてやめはる方も結構多いと聞きましたね。コロナ禍で相次ぐ飲食店の倒産。帝国データバンクによると、先月まで関西の飲食店での倒産件数は249件に上り、リーマンショック直後の2009年を超え、過去最多となる見込みです。お知り合いとかでも、やっぱコロナで閉店する飲食店ってありますか？ありますね。5、6件僕の知ってるだけで、おじいちゃんおばあちゃんがね、来てくれるとこでもうみんな泣いてはりました。もう行くとこないわ言うて。飲みに行く回数とか友達と会って食事したりする回数が全く減りましたね。先ほど買い取られた厨房機器は東大阪市にある倉庫へと運ばれていきました。こちらの店舗には関西一円から引き取った厨房機器が置いてあるんですけども、例えばこちらは、業務用の食洗機になります。かなり大型の形です。さらに横を見ますと、よく食堂などで見かけます温かいお茶が出る機械が置いてあります。どれも飲食店に置いてあるものばかりです。さらに周りの厨房機器を見てみますと、かなり油汚れがこびりついていまして、長年飲食店で使われていたことがよくわかります。リサイクル業者のテンポスバスターズの倉庫には閉店した飲食店から毎月500点ほどの厨房機器が運ばれてくるといいます。例えば氷を作る機械でして、もうこの中にどんどん氷が落ちてくるような、大型のものだと普通の飲食店ではないので、例えば今ですと、タピオカ屋さんとか、そういうところから引き上げさせてもらうことも多いです。もう新品だと多分100万以上ですかね。結構高額な商品になってます。去年大流行したタピオカ、陰でブームを支えていたであろう大型の製氷機はポツンと佇んでいました。さらにこれはテイクアウト業態の、飲み物屋さんというか、ジュース屋さんですね。流行りとかに関しては競争もやっぱりあると思いますので、しかも今はこのコロナの状況でっていうことで、ちょっと残念ながら閉められてしまったっていうお店だと思います。タピオカの次にブームが来ていると言われているバナナジュースでしたが、すでに閉店する店も出てきているようです。お持ち帰りできますと大きく書かれた食券機、コロナ禍でテイクアウトを始めたものの、はかなくもこの倉庫にたどり着いたようです。緊急事態宣言ぐらいの時から結構急激に増えまして、その時期ですと、去年の、倍近くの件数、全国でいうと倍近くの件数の買い取り依頼をいただいてましたし、居酒屋さんをされているとか、やっぱ店内で飲食をされるようなお店が今回ちょっとこういうコロナの関係でさすがにちょっと厳しくなってきてしまったというようなご依頼は、当社の方には数多くいただいてました。もちろんずっと倉庫に放置されているわけではありません。買い取った厨房機器は必要な修理をした上できれいに洗浄し、中古品として販売されます。東大阪店の品数は新品も含めておよそ10万点。コロナ禍でこうした中古の厨房機器を求める飲食店が増えているといいます。税抜きで中古で出物があればもう本当に、と思ってまずはそっから、まずは中古からですけど攻めてるんやけど、いやそれはもう安いですから、やっぱり予算がね限られてるし、今もこんな時代なんでなかなかね。厨房機器に加え椅子なども買い取られます。これが意外と人気商品なんだとか。店をちょっと片付けて一旦閉めよう思いましたけども、もう一回ちょっとやり直そうと思って、カウンターを捨てたからね、椅子をね、カウンターの椅子を買いに来ました。
閉店が相次ぐ一方、中古の厨房機器を活用して新しく飲食店を始める人も。枚方市内にあるオープン前のお店に中古の厨房機器などが次々と搬入されていきます。搬入作業はおよそ2時間で終了。空っぽだった店内が厨房機器で埋まりました。ここでそばを打つ予定です。じゃあそばを打ちます。授業して、うん、やっと一国一城っていう感じ。そうですね、入ったらやっぱ分かりますね。気持ちがぐっと引き締まる。先行きが不透明な中での開業。中古の厨房機器が充実していたことだけは幸いだったようです。やっぱ全部新品揃えるよりもこういう中古品も使った。いやもちろんです。あればその時に合うやつが安かったです。もう安かったです。そういうことです。今後どうでしょう、まあ、完成もついてますけど見通してますか、展望って言いますか。いやそれはちょっと分かんないですね、やっぱりいろいろやっていきます。11に。倉庫には連日閉店した飲食店から厨房機器が運び込まれ、修理や清掃によって再生されていきます。必要とする店でまた使ってほしい。倉庫を増やして今後も買い取りを強化する予定だといいます。コロナが収まった時にお客様が必要な時に商品があるような状態にしておくというのが私たちの仕事でもありますので、変わらず買い取りはもう続けていきます。厳しい状況はおそらく続くとは思うんですけれど、飲食店の方は本当に熱意持ってやられているので、このまま多分黙ってるわけではないと思うんです。こういうピンチをチャンスに取られてという前向きに考えられている方もいますので、サポートさせてもらいながら飲食店の方々の少しでもお力になれればと。コロナ禍で倉庫にたどり着いた大量の厨房機器は今日も出番を待ち続けています。